皆さんお久しぶりです、本日は侍ジャパン日本代表のプロ野球チップスがあったのでやっていきたいと思います。それでは早速1個目いきましょう。1個目、中村晃選手、ソフトバンクの中村晃選手ですね。2枚目いきましょう。坂本勇人選手、ジャイアンツね。はい、3番目いきます。あっそー、松田選手ですね。はい、4枚目いきます。日本ハムから優勝宣言したこの大野選手ですね。はい、5枚目、中田選手と個人的に出てくれて嬉しいんだよな。中田翔選手、誰が元気やな。お、野村雄介投手ですね、広島の。6枚目、石川歩夢選手。お、忍者菊池選手です、広島の。次何枚目や、8枚目いきます。お、楽天の守護神松井裕樹選手です。はい、9枚目いきます。広島の先頭バッター、1番バッター田中康介選手ですね。ラスト、誰までいいんやろうな。中田翔選手出てほしいな。筒香選手か、個人的には。あ、平野佳寿選手ですね、海外FAした。これでもめっちゃすごいカード、めっちゃ光ってる。すごい、これかなりすごい。これそんな感じで、しょうもなかったですけど、今日の動画は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。